親子をご覧の皆さん、どうぞ !2 回目の登場です下田優です。うわー、とりあえず叫んだ方がいいのかなと思って叫んでみたんですけども、ちょっとあまりにも突然すぎてボリュームちょっと大きめにしててびっくりしちゃったなっていう方いたらごめんなさい、すいません。はい、本当そんなつもりはなかったんです。ただちょっとなんかご覧になっていただいて皆さんが楽しんでいただけたら嬉しいなという思いだけで、まあ、ちょっと飛んだりとかね、うわーって叫んでみたりとかしたんですけれども、できればこれをご覧になっているメンズノンノファンの皆さん、僕のことを嫌いにならないでください。さあ、ということで、今回ですねなぜ私が登場したかと言いますと、今回鬼滅の刃遊郭編の、インタビューをですね、そちらに関するインタビューを、今回受けさせていただきました。それに伴って、この動画を撮っているということでございまして、個人的には皆さんがね、これを見ていただいて、そして本誌の方をご覧になっていただけるように、善処したいなと思って頑張ったんですけれども、こんな形になってしまって本当にすみません。次回登場するときにはもっと静かな形で登場したいなと思うので、ぜひとも僕のことは嫌いになっても鬼滅の刃のことは嫌いにならないでください。あ、伝説のことも嫌いにならないでやってください。はい、ね、また皆さんが、皆さんからの要望があれば、登場するかもしれないので、とにかくメンズノンノ、皆さんぜひともご覧いただけたら嬉しいなと思います。インタビュー見てください。